中心地である、本郷地区の町並本郷地区円形東影町は、愛知県の北東部に位置し、北下良郡に属する町である。静岡県との県境付近、奥三河と呼ばれる東三河地方山間部に位置する。現在は、北下良郡だが、十世紀までは、保育群であった。町内では、花祭りと呼ばれる、下月神楽の伝統芸能が残る。 町役場のある大和本郷が商業、公共交通、教育の拠点である。東栄町は、南川高原の南東部に位置し、周囲を山々に囲まれた下ら盆地に、東栄町の中心街が形成されている。町内には、標高700メートルから1000メートル程度の山々が連なっており、1016メートルの明神山が、東栄町における最高峰である。 したら盆地を囲む代表的な山を挙げると、北には大岩岳神野山、小岩岳など、西には大鈴山など、南には明神山など、東には大笹山などである。町内には平地が少なく、町域の約93%は山林で占められている。また町の北部には古土小入道がある。主要な河川としては、 天竜川水系の大鈴山に源を持つ、大内瀬川と振草川が流れている。なお、町域の西部の一部は、愛知県立振草渓谷自然公園に、静岡県との県境付近の一部は、天竜を組川国定公園の指定を受けている地区も、ある。山地河川町内の大和江戸時代、元町域にあった村は、一部が自社領であった田は、幕府領だった。 歴代町長東栄町には姉妹都市や提携都市は存在しない。なお、2005年に開催された愛知万博で愛知県内の市町村が120カ国の万博公式参加国をそれぞれ一市町村一国フレンドシップ事業のフレンドシップ相手国として迎え入れており、ボリビア多民族国が東栄町のフレンドシップ相手国だった。東栄医療センター 東栄郵便局、東栄町産業会館東栄町森林組合、j 愛知東東栄支店森山酒造豊川、信用金庫東栄支店東栄町は、平地が少ないものの、山がちな地形でも栽培が可能なやぶきた茶の産地で、あり、他に、こんにゃくやしいたけの栽培も行ってきた。また、町内には、県運母,母を産する鉱山も存在する。ただし、 20世紀末頃における東栄町の主要な工業は木材業であった。なお、2000年の国勢調査における産業別労働力人口比率は、第1次産業11.4%、第2次産業40.1%、第3次産業48.4%であった。農業林業工業工業。工業 上造業商業中継局電力現在の東栄町には中部電力が電力を供給している。ただし、現在の東栄町域で初めに電気事業を手掛けたのは旧本郷町にあった本郷電気製材である。同社は1918年に開業し、東栄町の全身6町村の内本郷町、下川村、御天村へ電気の供給を始めた。 1924年には、振草村、その村も、供給範囲に加えた。残る三和村は、同社ではなく八名軍大野町の大野電機が1921年に、供給範囲に加えた。現在の東映町域に電気を供給していた本郷電気製材、大野電機の2社は1939年に、中央電力へと統合され、 続くハイデ電統制により1942年に中部ハイデ電へと統合され、この地域は同社の供給区域へと編入された。第二次世界大戦後の電気事業再編で1951年に中部電力が発足すると、同社の供給区域に組み入れられ、現在に至っている。ガス上下水道電信東映、調律東映。 小学校東栄町立本郷保育園現在の東栄町には中学校までしか存在しない。1948年に北下良郡本郷町に愛知県立本郷高等学校が開校し、2000年、以降は愛知県立新城東高等学校の本郷校舎として存続していたものの、2008年3月に本郷校舎は閉校した。これにより、 東映町から高校がなくなった。保育園 JR 飯田線の東映駅。外観は記念を模している。本郷バスターミナル、東映町営バス三園南新自動車道、東映インターチェンジ東映町の町域の南端部を、JR 東海の飯田線が南西から北東に向けて付設されており、東映駅が町内唯一の駅である。 ただし、東栄駅は、町の南の外れに位置し、町の中心部からは、離れている。なお、東栄町は、花祭りと呼ばれる木面を用いた祭りで知られており、東栄駅の外観は木面を模した形状をしている。飯田線内では、東栄駅が、愛知県内における最後の駅であり、次の出馬駅から先は、静岡県である。路線バス高速道路。 国道県道流棟院月神社八坂神社、大森古墳スターフォーレスト、味噌の東映町世界野生動物館とウェイ、温泉小林地区の花祭り茶禅一の森蕎麦東映町には、創作は大古集団のしだらが拠点を置いている。ありがとうございます。